はいどうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ本日なんですが、ついにですね、聖殿の水使いが、まあ、純聖元になり、そしてプランキッズミュウが無制限になりました。これさすがにね、勇者プランキッズ使うしかないよねこれさすがに勇者プランキッズ使うしかないでしょ。いやこれね、あのほんとマスターデュエル始まって勇者が実装された頃はね、よく見たんだよこのデッキ、すごいすごいよく見たんだけど、もうやっぱミュウが制限カードになっちゃって、あまりにもその厳しくなったのと、やっぱ勇者の枚数も減って、まあやっぱ環境も結構インフレ化してきて、やっぱ見なくなってきたんですよねこのデッキね。で、今日この日復活と帰ってきたということで、もうめちゃくちゃ久しぶりに持ってきました。でこのデッキ、まあ強化されてまして、いろいろ、まあまず、まあそのアラメシアの儀を発動できるタイミングが非常にやっぱ多くなったということで、まあ実質アラメシアの儀を発動できるカードが、まあ、全部で5枚あるんでね、これ5枚あるのと、あとね、プランキッズ2枚から、ケルビーに出しながらプランキッズムーブ一応できるんで、プランキッズ2枚あるとね、勇者にアクセスもできます、これ、このデッキ。だから、アラメシアの儀をね、発動することもできるんですよ。プランキッズ 2枚から。勇者ギミックが手札に全くなくても。だからそういう意味でも、相互に勇者にアクセス、できる。相互というか、まあ、勇者ギミック打ちながらプランキッズ展開もできるし、プランキッズから勇者につなげることもできるんで。で、しかもさ、その、要は当時なかったスプライトエルフとか、こういうカードもあるから、これめちゃくちゃ強い、くなってます、デッキが。はい。で、まあ、もちろんエースモンスターはね、ハウスバトラーで、あんま変わんないですけども、昔と、全然変わんないですけども、この、相手のターンにサンダーボルトが打てるこのおじさんと、あと相手のターンにそのハーピーの羽毛器が打てるおじさん、この2体がいるんで、まあ、こいつらを使って、まあ、相手の動きを、まあ、抑制していきながら、まあ、普通のその汎用リンクモンスターで戦っていくみたいな、イメージですね。はい。で、これで今日いいところはやっぱり、そのプランキッズ何か1枚引けば、やっぱり1枚勝負になってるんで、まあ絶対ハウスバトラーまでは基本的にはいけると、妨害なければね。妨害なければいけるっていうのと、あと、1枚勝負とかやっぱ非常に多いので、手札誘発をたくさん作用できる。例えばまあ、エフェクトベーラーであるとか、増殖する字、ウララ、ニビル、まあ無限保養といった、こういう汎用的な、手札誘発をいっぱい作用できる。これが強いよね、非常にね。まあ、この辺の汎用の手札誘発はもうほんと環境によって変えていただければ、もうこのデッキ多分一生使っていけると思うんで、やっぱ相手のターンにサンダーボルトを打てるの普通に強いじゃないですか。なんでちょっと今日は本当に5億連ぶりに使う勇者プランキッズにテンションが上がってるリュウさん、これ見ていただきましょう。デュエル。スタンバイ。帰ってきたぞ。帰ってきたぞプラキッズマン。はいどうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。アラメシアの湯を発動します。何かありますか？何もありません。 OK、 増陣なし、チェーンが映らない、表側表示でカードを置きます。さあ一旦召喚する前にこれちょっと運命の旅路って言ってみる。普通にちょっと勇者、ああなるほど、うららね。 OKOKOK、なんだっけ、聖殿の水使い持ってきて捨てるっていう動きで1枚サーチできるしな、実質サーみたいなのがあるし、まあとりあえずグリフォンライダー出すわ。じゃあはい、すびき全持ち芸人でケア、全持ち芸人してケアする。はい、でこっから誘発をケアしながらプランキッズハウスと、プランキッズでプランキッズムーブをしていくとはいうことでござーすな。これは強え、これは強えぞ、おい。来たわ、これ。で、プランキッズ、パルス召喚。やべえ、ちょ、ミュウ2枚あんの感動してるわ。エクストラデッキにミュウ2枚あんだけど、マジ。神ゲー来た。神ゲーや。ミュウ2枚の神ゲーすぎか、これ。いやー、熱いなあまりにも熱いぜ。で、プランキッズドロップを墓地の食って、で、モンスター特殊召喚していく。まあ、これは何でもいいんだけども、まあ、赤とかでいいか。はい。プランキッズのね、展開ちょっと覚えてない方もいらっしゃるかもしれませんが、あれです、ハウスバトラーっていうなんかサンダーボルトフリーチェーンで打てる内蔵モンスターがいまして、そいつを出していくっていう展開ですね。はい、赤と緑と青の
赤青緑綺麗だなの、あのプランキッズを3体、素材にして出せる融合モンスターで、まあ、それをね盤面かまたは墓地の食ってサンダードラゴンフュージョン打つかみたいな感じで出していくというところですね。で特殊召喚するのはプランキッズロックを特殊召喚しましょう。はい、これ出てくる、順番ちょっと間違えないようにだけしてくださいね皆さんね。たまにあれこれなんかこいつの方が発動しないって時あるのはあれが一回使ってるからなんで、ちょっとこれ色が多すぎてね、これなんでもいいな手札から。はい、こうしてでトークン出すで2体で板エルフ出しましょうか。これとこれでエルフ出して、これ対象体制がね付与できるんで、ハグスバトラーをこのエルフのリンクさんに置くことによって一応相手の無限抱擁とか、その辺をねちょっとケアできるよっていうね、まあ、そういうことができるなってます。まあ、これ確かね勇者プランキッズが存在していた時って多分エルフとかいなかったと思うんだよな。もうミュウが一番になったのってすげえ昔だから、で今更帰ってきてんだけど今更帰ってきてんだけど、これいなかったと思うんだよね多分。うん、なので、ね、これができるの結構なんか新鮮というか、うん、って気がするわ。で緑で手札から除外すんの大暴走か、これ大暴走除外するのマジ、ドラコバックいらねえか、ドラコバックいらん説あるな、もうなんか過剰だろこれ。あ、サンダードラゴンフュージョン引いた、神サンダードラゴンフュージョン引いたってことは、これアナコンダする必要ねえんだよな、アナコンダする必要なくなってきたのか。じゃあロアゴンか、マスカレーナ行ってもいいな、マスカレーナ行って相手ターントロイメアでもいいけど、いやでも魔法トラップ破壊できる構えしといた方が強いか、これこれ相手ターンサンダーボルトハーピーの羽根防御じゃねえ強くね、相手ターンサンダーボルトハーピーの羽根防御強すぎるだろ。でサンダードラゴンフュージョン発動で、サンダードラゴンフュージョンによってプランキッズハウスバトラーが飛んできて、でしかもあれだからね、サンダーボルト2回ハーかハーピーの羽根防御2回、どっちかは2回打てる、あまりに強い。で打点が上がる、はい、全員打点が爆発的にアップしていく。来たこれ、エルフ1900つえこれ大ボスをセットする必要もねえか、別に相手のターンで融合することねえよな多分エンドフェーズで。これでプランキッズプランクの効果を起動しまして、戻すのはまだミュー申し訳ない、コリディでこれ3枚戻してワンドロー、はい、あー強いねー、いいんじゃないこれ、これさすがに強いだろこれ、もう増人もドロフェに打ちもうこんな最強盤面できたらもうドロフェにぶち込むわ、はい、ああ裏のね、ああいいよいいよ、オッケー了解しました、オッケー。参戦の際はとりあえず一応ケアしてドローフェイズに増人、まあ、ガンマはケアできないけどね一切、さすがにこんだけ盤面作ったらドローフェチーでいいだろ、ドローフェチーこの盤面作ったらドローフェチーされても多分誰も怒んないと思うんだけどね、あーキモいね、なるほど、フェンリル無効じゃねえか、フェンリルだろ、フェンリル、まあ、何できたか知らねえけど、まあ、フェンリルは無効にした証しだったんじゃないかな、さすがにグリフォンライダーですかね、はい、グリフォンライダー効果起動、まあ、グリフォン戻して破壊、これで拮抗勝負とか言われたら俺泣いちゃうけど大丈夫これこれで、あユニコーン強、ちょっと誰サンダーボルトですか、プランキッズハウスバトラー発動、ミューの効果によってミューをリリースすることによりお前のフィールドのモンスターを全部破壊する、うおっつえ最強クリムゾンヘルガイア、あーレッドデイモンデッキか、ヘルガイアいいよ、ヘルガイアオッケー、モンスター並んだところでもう一回サンダーボルトだ、じゃあモンスター並んだところでもう一回サンダーボルトってやるよ。もう一回サンダーボルトぶちかましてやるよ。はい、ソウルリゾネーターどうぞ。で、効果どうぞ。リゾネーターもどうぞ。さあ、ソウルリゾネーターの効果で何かを起動します。防音デモ持ってきます。どうぞ。いや、これ、さすがにレッドデーモンズデッキ、
そのこれ2枚破壊したったら絶対返したいんで、はい、どうぞどうぞ。でボーンデーモン特殊召喚で、ここくたばれサンダーボルトつえワンターンツーサンダーボルトつえワンターンツーサンダーボルト強すぎて笑った。はい、ドロップ一応蘇生しといて、はい強くね。まだちなみにハーピーの羽根ボケ残ってるから、あのワンチャン相手がセットしてきたカードも今除去できましたけどね。ロアゴンでで、攻撃表示に変更して、これ今これ攻撃表示に全部変更したらもしかして打点が足りてた話ですか。あー神ゲーだ、これは神ゲーだ。もう外すでしょうねえか、バトルするか、バトルフェーズ、はいはい、強すぎ。でも一応これあれだな、あのクリボールケアしてもよかったな対戦ありがとうございました。いやー気持ちいいわ。うらら1枚で止まっていただけるデッキだと嬉しいです。いかがでしょうか。アルベリオン、よし、オフ、楽園であれ楽園であれ。これこちらに楽園相手へのあの何誘発の当て方みたいなやつなんですけど、これね、これあの右クリックでボタンオフにできる設定にしてて、僕今あのね、うらら持ってないことアピールした方がいいです。うらら持ってないアピールして、で相手のサーチ効果とかに全部チェーン なくすんですよ、これ右クリックで。で楽園融合バカみたいにサーチしたじゃないですか、これ今楽園融合相手バカみたいにサーチしたんですよ、今下金を見ます。でこれ今何もし、ここよ、これうらら持ってない風でもううらら持ってまーすっていうことすると、これをなんと、よーし、イエス、これです楽園相手のこのうららを隠すことによって、あの楽園融合バカみたいにサーチさせて楽園融合にうらら打つっていうね、これが楽園へのね誘発の打ち方こしゃくすぎるだね。あのうららのチェーンあると相手にバレちゃうんで、うらら持ってること、そうすると相手あの何ケア展開されちゃうんですよね、白の楽園とか使ったりとか。なんでその辺はね、あの注意しなきゃいけないと。はい、おっとチェーンないか、大丈夫か、チェーンないぞ。おなんだこれ、なんかチェーンあるな、なんだこれ、わかんないから、とりあえず1回運命の旅路打つぞ。さあ運命の旅路の効果を起動して、持ってくるんご、ドラコバック装備させないんご。マジで楽園ってさ、うらら打っただけで止まってくれる時あるからめっちゃ楽だよな。あ、うわ、まあそれはうららだよな、まあそうだよな、まあそこうらら打つしかねえもんな普通に。まあグリフォンライダー持ってこられたらたまったもんじゃねえしな。まあじゃあ普通にプラルキス展開していくかじゃあ普通にプランキス展開するわはい、で手札加えていく。これビーセサロニールが手札にあったよな、これ多分ね、プランキッズね、光闇属性モンスターほとんど墓地行かないと思うけどな、行くっけな。なんかね、あのちなみに普通の展開してったら多分ね、ほぼ光闇行かないから、多分相手なんかルベリオン除外するとかしかないんじゃね。まあ、とりあえず一回ちょっとハウスの効果はもう最後の最後でいいから、プランキッズ展開普通にしていきますわ。はい、でモンスター特殊召喚、パルスで、2体でドゥドゥル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 で、パルスバルスかパルスだか知らねえ、これだ何パルスバルス知らん、わかんない。でドゥードゥル効果で魔法トラップカードを回収で、これプランク回収して、さ、アナコンダ行ったらさ、自動的にちょっとだけこのデッキも弱くなるよね俺思ったけど今楽園系出張デッキももちろん弱くなるけどさ、これさ実はさ、そのプランケッツって結構アナコンダ重要なんですよね、あの盤面強くする魔法として。まあアナコンダいなくても融合は一応できるんですけど、そのドゥードゥルの効果とか使ってその大暴走を落としてから回収すれば一応できるんですけど、例えば盤面にそこリンクちょっとなんか余分に用意しなきゃいけなくなっちゃうから、若干ね、だから盤面そこ弱くなるよねってとこあるんだよな、リンク値的な問題で、うん、だからアナコンダもしね規制されたら多分プランキッズもちょっと厳しいみたいな話ある、うん、で
早くサロニール使ってくんないから、もう俺多分光闇出さねえって、多分光闇出すことねえっておそらく。はい、でスプライトエルフで、スプライトエルフで蘇生させます。あ、リンクも蘇生できるのか。まあ、リンクよりもさすがにこれちょっと一回あのリンク素材にして、あれだね、あのモンスター増やした方が多分強いから、こうして、でだからこれサロニールいいんだよな。サロニールいるとめんどくせえか。サロニールとめんどくさくね。これだ、ハウスバトルはしゃげえよ絶対。サロニーはこれバトルフェイチに出てこれちゃうから、アクセス航路とかじゃどうにもなんなくて、これあれだね、だサロニールケアするためにはハウスバトラー行くしかないよな。で、これなんでもいいわ。久しぶりにプランキッズしてるから、プランキッズの後手どうやって勝ってたんだっけなってる今。で、プランキッズランプでしょ。で、ロック効果発動して、まあ、手札から除外するのは、ワン・フォー・ワンもういらないかな、さすがに。ワン・フォー・ワン除外する。で、カードを1枚ドローする。エフェクトベラ強いね。で、特殊召喚緑。これどうすっかな、これアクセスコードしに行く。ユニコーンアクセスするか、アナコンダしてハウスバトラーするかなんだけど。アナコンダしてハウスバトラーでいいんじゃねえかな。これロアゴン出してもさ、結局あんま関係ないんだよね。これ打点そんなだしな。これアナコンダしないと、多分フリーチェーンで破壊できないから。こうして、はい、でアナコンダ出します。で多分ね、これね、あのハウスの打点アップあったらなんか足りそうだけどね。あとあのエフェクトベイラーとうららあるから、多分返しのターンも多分大丈夫だと思う。もしワンキル取れなかったとしても、ちょっとごめん全然計算しないけど多分いける。でサンダードラゴンフュージョン発動して、これちなみにさ、プランキッズってさ、あのミュウのさ、あの代わりに肩代わりするみたいな効果って、これ相手ターンじゃないと使えないんですよね。自分のターンでハウスバトラーの効果使おうと思ったら、ハウスバトラー自身をちょっとリリースしないといけなくて、ちょっとすげえもったいないんですけど、まあ、しょうがないか。これはここ惜しいんだよな、プランキッズ。だからミュウの効果なんか自分のターンでも使わせてくれよっていうね。後手ばかりちょっとな、まあ、で、まあ、ここで打点アップ、もうモンスター特殊もしないから、ここで一気に打点アップして、で全モンスターの打点を500ポイントずつアップしていく。ブルーラン、よし。で、ドラコバッグを装備して、で、キットちゃん戻して、これ打点いくつになってんだ今。これ足りてんのかな。バトルフェーズ入るか。ミュウはそうだね、ミュウは相手ターンだから、相手ターンだからダメなんだよ。だから普通にこれはこっちから殴った方がいいね。これこっちから殴って、で相手がサロニール出してくるかどうか見た方がいい。さあ出してくる、なるほど、サロニール出してくる。でルベリオン除外する。そう、光闇が墓地に全く落ちないんで、ビーステッド全く効かないんですよこのデッキ。クソ強いですよね、マジで強いですよね。楽園に対して結構強いっていう。それこれ足りてるわ、これ足りてるわ。計算した結果が足りることが判明しました。神ゲーかもしれません。もうなんならこの500ポイントハウス引いてなかったらちょっと耐えられてたかもしれない。ハウスマジ強い。おいおい、神ゲーだ、強いわ。いやプランキッズマジでさ、久しぶりに使ったけどクソ楽しいねこのデッキ。いやなるほど、龍一でございますね。ちょっとアラメシアちゃん来すぎだね。まあアラメシアちゃん、まあ、何枚来てもらっても別に、まあ、そんなに、まあ、盤面に出てこれるし、まあ、悪くはないんだけども、まあ、そんなにはいらんっていう話なんで、1枚でいいという話はまあ一応ありますね。はい、なんだまたこれソルティアデッキか。ゼンマイクーボゼンマーって出してんじゃねえぞお前、調子乗ってお前、おやべえなお前、これ親顔ムービーやな。いつも通り展開といったところでございますね。はい、でダランベルシアですか。はいはいはい、どうぞどうぞ。さあ一体全体どんなギミックをこいつは見せてくれるんだ。デッキから魔法トラップカードを1枚手札に加える。いや結局やっぱあれだね、原初の種やばやば、原初の種とかいう最強カードさせられた、まずい。これ何か原初ループ始まるかこれ。ソリティアクソ長いやんけお前、これ時間なくなるんじゃねえのお前が。タイム大丈夫、サモンプリースト
使いすぎじゃない、もうサモンプレスってこいつ3回目ぐらいなんだけど、もう使うのこの人は、どういうこと。え、わらわら、どういうこと。ヒトラゲットロール、原種の種どこ行ったんだよ。なんだこれ、あれか、通常モンスターをなんか無限リリーフさせるのか。ちょ、わからん。さあ、謎の白雪が飛んできまして、スババチェンネ、あれマジで誰、一旦に一度このカードのエキシーサー一つ除いて、出来方が戦速モンスターいったら装備カード扱いで装備する。あー、なるほど。あー、なるほどね。あ、そういうこと。これでカオスストロジャー用意して、これ原初の種のあれをするってこと。コスト、原初の種のなんかそのなんだコストというか、まあ条件を整えるみたいな話。チェンジスライム、マジで何、これどういうこと、ほんまにわからん。トレジャーパンダ、ヒトラゲトロール、チェンジスライムリリース800ダメージ、痛すぎ。ちょ、わからん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 、なんだこれ、わけのわからねえで来たぞ。なんだこれ。なんだこれ。わけわかんねえ。さあ、原初の種が墓地に行って、で革命を落として、トレジャーパンダで原初の種を除外して、通常モンスターを出してきて、除外した原初の種を原初の種で回収するってこと。何これ、そんなソリティアする暇あったら、これ絶対そのレベル4モンスターのところさ、なんかシェンシェンとかにできただろ絶対。なんだこのゴミみたいなムーブ、これ、それなんかトロールである必要あんの。そこシェンシェンとか出したらよくない、何これ。これどう考えても革命連打した方が早そうですけども、なんかデッキの中から見たこともねえ、わけのわからんレベル1モンスター死ぬほど出てくる。俺このデッキ何枚ゴミ入ってんだよ、どういうことやねんこのデッキ。で最終的にこれもしかして、うわ、なんかありとあらゆるなんかバンカーの入ってる。ちょっと待って、ガチでさ、それトロールである意味あんの。